今回はですね、恵比寿に新しくオープンしました日本料理の二の前さんにお伺いしてきました。漢字の一という字を書いて二の前と読みます。場所は恵比寿の JR 恵比寿のですね、西口の駅前すぐのところにあります。私恵比寿には長年住んでおりまして、非常に思い入れのある町です。西口はどちらかというと古い町並み、東口はまあ開発が進んでいて結構新しいお店が多くて、今回のこの二の前さんは西口にあります。ビルはちょっと古いんですけども、オープンしたてなので内装はとても綺麗でですね、置かれている調度品なんかも結構良かったりします。で、今回は寿司懐石というものでスパークリングワイン付きです。最初にまずあん肝のですね、キャビアのせの豆腐が出てきました。こちらの日本料理って書いてあるんですけども、まあ、お寿司と天ぷらが、まあ、基本的には中心となって、小鉢なんかがこう日本料理のテイストという形で、日本料理とお寿司の融合みたいなお店でしょうかね。非常に寒い日だったのでこのお椀が暖かく染みました。まあ、大将は私は雇われですからみたいなことを言ってたんですけども、まあ、十分素晴らしい腕をお持ちの方で、まあ、特にシャリの炊き方がすごかったですね。今回のお寿司は全て赤酢のシャリだったんですが、硬くて美味しかったです。で、お任せで日本酒をお願いしました。最初はクヘイジさんが出てきましたね。2杯目は明鏡止水というものをいただいたんですけども、合計で2合いただきました。やっぱりこう今までお寿司とですね、シャンパンとかワインとか、ちょっとこう路線を外して試みたりしたんですが、やはり一番合うのは日本酒ですね。で、日本酒を一番美味しく飲める環境っていうのはやっぱり日本なので、やっぱり原点回帰といいますか、日本酒が一番美味しいなと私は最近感じました。で、こちらは小丼ぶりですね。ウニとイクラ、そしてキャビアを乗せた贅沢な小丼ぶりで、ちょっと丸い器ですね、地球儀みたいな器をパカッと開けると、こうしたウニの上にキャビア乗っかっていて、その下にイクラ、そして、私の好きな赤酢のシャリがあるという形です。で、これは前菜って言っていいんでしょうかね。先付けではないですよね。非常に美味しかったです。で、いよいよ握りが始まりますね。で、ちょっとお茶の大将に変わった握り方をするんですよね。なんかこう演出、まあ、オーバーリアクションっていう形じゃないんですけども、まあ、握り方に特徴があるといいますか、非常にこうエンターテインメントの要素を取り入れている方で、恰幅が良くてご自身でも結構食べ歩いてるんじゃないかなと思いました。で、シャリの大きさは、まあ、中の中ぐらいといいますか、そんなに小さくもなく大きくもなくなんですが、上に乗せてあるネタが非常に大きいんですね。ですから一貫一貫に非常にボリュームがあって、こちらトロなんですけども、お腹にずしりとたまります。で、途中で出てくるこの小鉢なんかもですね、こちらの今回のコース1万6000円が開店記念ということで1万4000円だったんですけども、そんなにビックリは高くないじゃないですか、お寿司にしては。にもかかわらずこの料理の品数ってものすごくコスパがいいなと思ったんですね。お寿司も全てで8貫から9貫ぐらい出てきて、で、小鉢っていうかそのね、おつまみなんかも多分4皿ぐらい出てくると思うんですよね。で、丼含めると5皿ぐらいかな。で、最後に贅沢なまた海苔巻きが出てきますから、もうかなり満腹になるっていう感じです。で、決して飾り系があるっていう感じじゃないんですよ。すごいなんか演出もりもりっていう寿司屋ではなくて、オーソドックスな江戸前寿司っていう感じですね。季節のもの、食材をしっかり使って調理するという感じです。で、こちらが2杯目のお酒、明鏡止水ですね。1杯目のクヘイジさんに比べると若干甘めでという感じがしました。で、この日本料理は、こういった小鉢の日本料理は奥に大将がいて、そちらの方が作って持ってくるという感じで、握りは目の前にいる大将が握るという、こう二人三脚みたいな感じでやっています。で、常に後ろにですね、こう、スタッフの方がいて、まあ、お酒はいかがですかとか、で、お皿を下げてくれたり、お水はいかがですかみたいな、こう、感じで聞いてくれて心地よかったですね。で、隣が鉄板焼きのお店なので、ちょっと匂いとお声がきついかもしれませんって言われたんですが、全然そんなことなくて、声も気になりませんでしたし、匂いも気になりませんでした。まあ、とにかくコスパがいいっていうのが一番印象に残りましたね。このコースで1万4000円でいただけるなら、全然お安いと言いますか、利用価値はあると思いました。で、しかも駅から歩いて30秒っていうすごい好立地で、で、個室もあって、で、恵比寿という場所があるですね、多分これデート利用なんかにもすごく利用されるんじゃないかなと思って、で、まだ私たちがお伺いした時は開店時間は間もなかったので他のお客さんいなかったんですけども、結構予約も入ってるみたいですね。で、こちらが最後の海苔巻きになります。
贅沢な食材ですよね。これカニとウニとイクラと、なんだったっけ、あとメネギか、そちイクラは入ってなかったかな。とにかくあの贅沢な食材をぐるりと巻いた、ちょっと恵方巻きの豪華版みたいな感じだったんですけど、もうこの頃にお腹いっぱいになってました。で最後のデザートはもうシンプルにフルーツの盛り合わせということで終わりました。美味しくいただきました。